サトシは年下である泉に管理、かっこお世話されていましたが、うんうん、年下と年上どちらに管理されたいですか、または管理したいですかという。これはでも僕は管理したいのは年下で、やっぱり管理されたいのは年上の方ですけどね。まあ、割と普通な気はしますけど。普通そうだよね、うんうん、僕管理してくれるんだったら年上でも年下でも関係ないですか。もう管理されたいですね。年下でもいいんですか。いいです。管理できる能力をお持ちの方でしたら年下でも、もうイラッときませんか。なんか年下になんか管理されて、いや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 、されない。いやもうむしろド M だね。もうよくできた方で、そうなるほど。ありがとうありがとうっていう。まあでも森川さんは今もうすべてを管理する、管理する役職ですから、ね。管理だからね、管理職ですか。そう会社ではね管理してるけれども、はい、スタジオでは管理されてる方です。いや本当にね、もうお前はどうなってんだっていうぐらい自由なんで。だから僕はやっぱり、ね、管理されたいですね。普段まあそうですよね、管理してる、管理されていい子でいたい。それはよしよしって言われたい。年下でもいいんですか。もう年下でももう全然。年下でも森川さんを管理できる方ってなかなか、なかなか、なんかやっぱり年下で森川さんによしよしって言える、そうやっぱり森川さん以上の包容力がやっぱり必要なわけじゃないですか。そう考えるとかなりいいだと思うけどね。いやこれなかなかハードル高い。これじゃあ募集しましょう。同世代じゃないか。そうですよね。